社会的な意義もあると思いますし、利益の源泉になるチャンスってめちゃくちゃあるかなっていうふうに、うん、SEO の良さ、ちゃんと伝えられるように頑張ります。これはラボですね。楽しみですか？楽しみです。ふみさんは？楽しみです。行きます。イスタンブールに到着しました。13時間半ぐらいですね。13時間半、結構きつかった。あ、今から3時間のトランジットとその後3時間半ジャーマニーまで行くのになります。私たちどこですかね。リーナ15、トルコアイス、ターキッシュデリッシュ、 Thank you。 割っていただいたという、これ2000円やべー。これはラボですね。まさかの真逆方向果たしていけるのか。いけるんだ。こちらへどうぞ。こちらへどうぞ。1,2,3,4,5 マジで？Yes, はい。乾杯、トラララリン。And are spreading preventive dentistry.SEO の良さ、ちゃんと伝えられるように頑張ります。今現状で、1万イン、抑えられてて、でしかもそれはクレジットカードビジネスで、そこから、まあ、リーシングビジネスを展開しようとしてる。でそのリーシングの機材とかを、まあ、IDS とかで見つけようとしてるっていうところもすごい可能性感じるんで、そういうところ明日から今まで期待してます。構造改革があるからじゃないですかね。日本のその歯科業界ってすごいコア状態だけど、それを構造改革していくことによって利益率を上げていくので、そこの利益率を上げていくっていうことの中に、SEO が加われるっていうことはすごい大きな意味になってくると思うんで、まあ、そこで必要とされてるし、それが多分 SEO がやろうとしていることなのかなっていうふうに思ってます。パーソナライズヘルスレコードが、シェアされてなくて、で、まあ、患者もクリニックも二度手間踏んでるわけじゃないですか。めちゃくちゃ効率悪くて医療費かさ増せてるだけなんで、そういうところを集約化していくっていう意味でも、まあ、社会的な意義もあると思いますし、利益の源泉になるチャンスってめちゃくちゃあるかなっていうふうに思ってます。それはまあ民間主導でやるべきだと思うし、それをスマートチェックアウトが ESP を出してやろうとしてるっていうところもずっと前から関わってきたからこそ応援したいし、まあ、それに参画させてもらうのはなんかすごく喜ばしいことだと思います。